ラジオシティ築地、築地マンダラ。築地の街を練り歩いて、街の魅力を再発見する築地まちまち探検隊。さて、今回ご紹介するのは大正3年創業、佃煮の築地江戸一さんです。それでは早速行ってみましょう。はい、2011年築地マンダラ、探検隊長の南谷麻子です。じゃあこれから探検行ってきます。築地江戸一佃煮屋さんに来ております。社長の飯田さんと常務の富永さんに お伺いします。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。こう色とりどりの佃煮が並んでるんですけれども、ここ何種類ぐらいあるんですか？そうですね、大体30種類ぐらい。お客様が本当にいろんなお客様が来ていただくんで、お客様がいろいろ楽しんで選べるようなお店にしてます。じゃあちょっと常務にお伺いしますが、おすすめの商品みたいなものはあるんですか？そうですね、今一番売れてるのが一番前にあるホタテの馬炊き、一口ホタテっていうんですけど、それはもうすっごく売れてます。はい、例えば1ヶ月にどのくらい？そうですね、3000パックぐらいは出てますね。すごい量ですね。いや、もうとっても美味しいんだよ ねえ、そうですね。この作られるにあたって、こうなんかちょっといろんな違いが、他とは違いがあるぞみたいなところをお伺いしたいんですけど。そうですね、一番はまあすごくいい素材を使っているんですが、炊き方に特徴がありまして、タレに特徴があるんですよ。で、元タレがありまして、そのタレが秘伝のタレになっている。はい、秘伝のタレ、営業秘密ですか？はい、そうなんです。通常1回1回煮切ってしまうか、タレを捨ててしまうんですけど、うちは捨てなくてですね、もう何年もずっと同じタレを取っておいて、で、そのタレを元にしてホタテを炊いてるんですよ。だから、そのタレにですね、今まで、ずっと炊いてきたこう出汁や風味や香りがいっぱい残ってまして、っていうことは、ここ大正、何年？そう、大正3年、3年からのこう歴史みたいな匂いがする、ね。はい、そうなんです、そうなんです。すごい、佃煮を開けた途端に歴史の香りもするみたいな。そうなんです。まあ厳密にはですね、はい、まあ大正3年からだと90年以上のタレになっちゃうんですけど、はい、実はまあそこまでではなくて、まあ大体そうですね、15年ぐらいですかね。 そのぐらいは貯めてますかね。でも15年。はい、はい、それで、じゃあ人気のホタテ、その他には、まあ、こんなのもあるよというのは。そうですね、あと売れてるのがやっぱり貝ですね。生姜を入れて炊いてる貝と、通常砂糖ではなくて、水飴は砂糖じゃなくて、黒糖を使って柔らかく炊いてる貝、この2つも非常に売れてますね。はいはい、それとあと、ここの店舗の中の商品のこうなんか数の多さがすごく嬉しいような。こう、そうですね、佃煮というのは保存食が定義なんですけど、まあ、そこをまずしょっぱいというイメージはなくしました。で、素材の味をすごく大事にしているので、一品一品全部醤油をブレンドして、その素材に合う醤油を使い味付けをし、で、まあ、しょっぱくならないように素材の味がと風味が残るように炊いております。はい、それでちょっとこう色もとりどりなものになっているんでしょうかね。というか、やっぱりこう見ていただく通りに、お客さんが遊びに来ていただいている街じゃないですか。だから僕たちもせっかく来ていただくんだから、もう一杯遊んでいただきたいって、ちっちゃい時に僕たちが駄菓子屋で商品を選ぶ時に楽しい思いしてたじゃないですか。それと同じように大人になってからも、この街に来ていろんなものを選ぶ楽しみっていうのをぜひ味わって帰っていただけたらなっていうのが、すごく大事にしてますね。お店の中にはこう昔からの
写真も飾られているんですけれども、そうですね、どんな歴史が大正時代。そうですね、これはもう大正の、本当に初めですね、はい、一番がまだ日本橋にあった時、はい、でこれうちの、まあ、初代の社長なんですけれども、その時にこうみんなで頑張ってた時、はい、でこっちの方の写真は本当に大正から昭和になって、市場が築地に移動してきてからですね、その時の写真なんです。ちょうどこの場所同じところです。まだこの時にはみんな着物を着て、はい、商売をさせていただいてたところなんですね。そんな歴史のある、ここ江戸市さんなんですけれども、築地への思いもいっぱいに そこの中にも感じることができると思うんですが、どんなことを思いますか。そうですね、やっぱり築地っていうのはプロの目利きを大事にしているところなんで、それを本当に遊びに来ていただいているお客様に交わっていただければなっていう、で僕たちも一つ一つ本当に楽しんで帰っていただくように美味しいものを作ってますんで、それを皆さんいろんなこと質問していただいたりしてもちゃんと答えられて、でさらに選ぶ楽しみを持って築地をぐるぐる回って買っていただければなと、そういうのをいつも思いながら、で実際僕たち社員がみんな自分のところのファンであるんで、本当に佃煮は古くけど新しい食べ物だなっていうのをすごく実感している毎日です。ありがとうございました。伝統がこう現代に息づいているようなお店からお届けしました。なんかお客様は百均に来ているような感じでこうカゴを抱えてお買い物を楽しんでおられます。築地江戸市さんからでした。ありがとうございました。ありがとうございました。あさこさん、ありがとうございました。大正3年創業、佃煮の築地江戸市さん。お店は築地東通りの中ほどと浪岡通り沿いにあります。車でお越しの際は築地川第一駐車場のご利用が便利です。晴海通りの築地6丁目交差点より曲がり、浪岡稲荷神社前を右折、150メートルほど行ったところの左側に駐車場入り口があります。なお駐車場前の波よけ通りは一方通行ですのでご注意ください。お店についての最新情報は築地場外市場公式ホームページをご利用ください。店舗情報のほか、築地マップ、市場開催日のカレンダーなど築地情報満載のホームページです。食べ物に関するものなら何でも揃う築地。皆さん遊びに来てくださいね。ラジオシティ築地、築地マンダラ。お相手は福留由加でした。